世界ジオパークに認定された山陰海岸ジオパーク。その海岸沿いの北前館では、地元の人気キャラクターゲンさんと一緒に観光客の皆さんが餅つきを楽しみました。慣れない手つきの子供にはゲンさんが一緒に餅をついてくれます。つきたてのお餅はきな粉をつけて振る舞われ、皆さん美味しそうに頬張っていました。じゃんけん勝ち抜き大会では、ゲンさんにじゃんけんで勝った方に地元漁港で獲れた新鮮な松葉ガニやベニガニ、セコガニなど豪華商品がプレゼントされました。ファンの方お座りください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとう。無料で配信しております。ストラップ、こちらが受け取ります。皆さん、山陰海岸ジオパークをもっと知ってもらおうと、ジオパーク丸抜クイズが行われ、頭を悩ませながらも楽しく盛り上がりました。大阪府全体よりも広い。正解は丸。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。皆さん、また円の中に入ってください。イベントの間、館内では地元の魚介類や野菜なども販売され、その新鮮さと価格に観光客の皆さんは足を止めていました。このエリア限定のキューピーのストラップも無料でプレゼントされ、子どもたちは大喜びでした。これ1個。冬の味覚と豊かな自然、大人気のゲンさんに会いに山陰海岸の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。